と激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、長野県長野市にありますラーメン屋さんですね、キムズカシ屋さんにやってまいりました。こちらですね、JR 飯山線長野駅から徒歩9分の場所にあるんですけれども、こちらね、中細麺で濃厚鶏白湯スープが特徴のラーメン店で、信州のラーメン界のカリスマ、塚田氏の人気店ですということで、ラーメン界のカリスマの塚田さんという方の、人気店らしいです。長野県のラーメン好きなね、一度は行く、人気のラーメン屋さんになります。で、いろいろね、グループでやられてるんですけど、その中の一つの、キムズカシ屋ということで今回やっていくんですけども、ここにですね、ちょっとね、激辛メニューがあるということで今回やっていくんですが、そのメニューがですね、赤龍王と、呼ばれるね、麻婆麺みたいなもんなんですけれども、まあ、唐辛子と、そして山椒のしびれを効かした、メニューになります。今日はね、この唐辛子の辛みと、山椒のしびれを堪能していきたいかなと思います。それでは行った人の感想を見ていきましょう。キムズカシ屋激辛味噌麻婆麺限定赤龍王プラス海苔、辛さは3段階で真ん中にしてみたんだけど、途中で辛くてむせた。山椒も効いてて強烈な一杯だったけど、お豆腐ゴロゴロで美味しかった。海苔はもう一枚欲しかったってくらい合う。麻婆麺大好きなの。ハッシュタグ信州麺誘拐友の会ということで、はい、まあね、こうレビュー上がっておりますけれども、まあ辛さとしびれ、今日ね、しっかりとこの胸そして舌に刻んでいきたいかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。あー、はい、それでは早速なんか入ってきたんですけれども、まあいろいろこれメニュー表を見ますと、いろいろ、別に激辛ラーメン屋さんじゃないんで、いろいろメニューあるんですけれども、これね、特徴的なこの鶏白湯、鶏白湯がすごい美味しいということで、評判のようですね。これも鶏白湯もいろいろ、バラ乗りな特製ラーメンとかいろいろあるんですけれども、で今回ね、この赤龍王というこのメニューに関してはね、ちょっとね、メニュー表には載ってないんですよね、ちょっとこのメニューは。はい、まあちょっとメニュー表にはないんで、あれどこかなと思わずにね、ちょっと勇気を出して赤龍王一丁と、はい、ちょっとですね、スタッフさんの声にお声掛けいただければ赤龍王出てきますんで、はい、じゃあちょっと楽しみにしてみましょう。来たー来たー、こちらが赤龍王、いただきます。さあ、赤龍王さん、お手並み拝見ですよということで、いやー、ちょっと真っ赤っかで、これはこのすごい、ちょっと麺が見えないぐらい唐辛子がかかっておりますけれども、じゃあまずね、スープからいってみましょう。いただきます。あー、これすごい、魚介の風味が口いっぱいに広がります。その後に唐辛子と山椒の刺激がバンと口の中に押し寄せてきますね。ネギやら、豆腐、玉ねぎみたいに入ってますよね。うん、聞いた話だと、この鶏ガラをこう長時間煮込んでね、崩れた骨から溶け出したコラーゲンが乳化して白濁したとろみを感じるクリーミーなスープに、高級の、ね、節、まあ、かつお節とかですね、節類をこう加えたということで、非常にこのね、口の中に運ぶと香りが豊かで、美味しいですね、これは。程よいとろみ加減がね、
麺に絡みついてバッチグーですね。麺は終わったんでね、ちょっと、このね、せっかくですが、これ麻婆このスープですね、麻婆スープを、ちょっとご飯足して麻婆豆腐としてこれ食べれるということで、一石二鳥だなと、ここでちょっとライスを注文しましょう。はい、いいですね、ほんともう、もうこれ麻婆豆腐だよ、ほんとにこれ。ありがとうございます。いきます。残すところ残りますか。うわみなぎれ。残りこの赤竜王のこの麻婆スープを飲み干して、この激辛バトルに下痢をつけたいと思います。うわ口の中ビリビリにしびれます。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。キムズカシヤさんの赤竜王辛さレベル、じゃらららららじゃん、辛さレベル7です。7になります。はい、味付けのねこの鶏白湯とねこの魚介が、合わさったこのスープベースとなっているこのスープがね非常にこのクリーミーで、コクのある味わいで非常に美味しかったです。唐辛子と、山椒のしびれを効かしてね、この辛さとしびれのダブルパンチということで、非常にこれは参りました。口の中からビリビリのバーバーでございます。で、まあ、途中からねこうライスを加えましたけれども、一度に二度楽しめるメニューかなと思うので、ぜひこのご飯の追加で、頼んでみてはいかがでしょうか。はい、もうねお腹いっぱい、もうパンパンということで、本日も最後にご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter 動画更新しますので、ぜひそちらの方も、フォローお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。